ふくらはぎの柔軟性が低下すると、腰痛や肉離れ、アキレス腱断裂、足底腱膜炎、この両方をストレッチする。段差を利用した臀筋のストレッチ、片膝立ちで行う鍋筋のストレッチを紹介します。はい、こんにちは。バーチャル院長です。今回はふくらはぎのストレッチ第2弾をお伝えします。第1弾については上をご参照ください。また、見ながら行える動画シリーズについては要項をご覧ください。ふくらはぎの柔軟性が低下すると、腰痛や肉離れ、アキレス腱断裂、足底腱膜炎などの原因となります。これらの予防や症状の軽減のために、ふくらはぎのストレッチを行うことが重要です。ふくらはぎには腓腹筋とひらめ筋という2つの筋肉があり、この両方をストレッチする必要があります。今回の動画では、段差を利用した腓腹筋のストレッチ、片膝立ちで行うひらめ筋のストレッチをご紹介します。それでは始まります。まず、段差を利用した腓腹筋のストレッチです。段差を使って行います。身の回りにある段差を見つけてやってみましょう。本などを重ねて段差を作っても良いでしょう。段差に両足をかけます。かかとを床につけたまま、ゆっくりと重心を前方に移していき、ふくらはぎを伸ばします。適度に伸ばされた感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。これを2から3セット行いましょう。ストレッチをする際、膝が曲がらないよう気をつけましょう。次に、もう少し強くストレッチしたい方におすすめの腓腹筋のストレッチです。先ほどと同様、段差を使って行います。ストレッチしたい方の足を段差にかけます。もう片方の足を少し前に出します。前に出した足の膝を曲げ、重心を前方に移していき、段差にかけた方のふくらはぎを伸ばします。程よく伸ばされた感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。反対側も同様に行います。2から3セット行っていきましょう。膝が曲がったり、伸ばしている方の足が外を向いたりしないよう気をつけましょう。最後に、片膝立ちで行うひらめ筋のストレッチです。ストレッチしたい方の膝を立てて片膝立ちになります。膝を前に倒していきます。適度に伸ばされた感じがしたら、そこで止めて20秒間ストレッチしていきます。反対側も行います。2から3セット行いましょう。ストレッチをする際、かかとが床から離れないよう気をつけましょう。はい、いかがでしたでしょうか。ストレッチをするときは、痛みのない範囲で無理なく行ってください。ふくらはぎを柔らかくして怪我のない体を作りましょう。それではまた。さようなら。